そうね、とりあえずね、さっき歩いてきた道を175線をずっと行ったら、そのままね、富田林の方に抜けてるみたいなんで、まあ、そっちの方から抜けていってみましょう。よし。よいしょ。行こうか。1万円対応してんだ。領収書は出ないのか。へえ。よし。で、左でも結局行けるみたいですけど、まあ。そっちの白い道の方がちょっと飯食うところもありそうなんで、こっちから行きましょう。本当団地って感じですね。富田林、河内中野の方に抜けれるみたいですね。あとなんやかんや人ってもう1時だったんですね。1時間ほど私間違えてましたね。あれ、そっか、さっき市役所の近くにあったのが第一中学校で、ここは第三中学校なんですね。へえ。こっちは公園墓地があるんですね。で、この、三毛山ね、三毛山だ、越えたらもうすぐ岸和田市ということで、これでも岸和田市に入るんですね。天ヶ滝1号、滝があるんですか、どっかに。野原とか、なんか岸和田港とかにも行けるみたいですけどね。愛のベーカリーカフェ店、あ、ここで焼いてそのあのを食べれるよっていう、あれかな、コンビニの居抜きしたような感じでしたね。地下を入っとるのか、なんか店出たら入れますもんね。あれだ、ハーブね、ハーブ滝。朝ね、あの字見たからハブタキって呼べますけど、あれ絶対読めんて。あれでハブって漢字を見てすぐに一発で読める人は絶対こっちの地域の人だけですよ。アイサイランド、お、なんかアイサイランド、道の駅が出ましたね。なんか、あ、1時過ぎやし、ちょうど飯食うのにいいかもしれんな。今のね、このドライアイスがガンガン効いた時にね、済ましときたいですしね。道の駅やったらいいかな。駐車場も広いやろし。お、じゃあここちょっと行きましょう。ここを曲がったらいいの。あ、その先か、ここか。はい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 。あ、広い広い広い、めっちゃ広い。レストランも15時まで開いてるらしいから、いいじゃないですか。あー、なんかいっぱい出店も出てるし、広いぞこの道の駅。あ、ロータリータイプなんや。え、めっちゃ広い、奥も全部駐車場なんや。うわー、広いな。こっちから入ったらいいかな。へえ。
人いっぱいそうなんでカメラ持ってくのはやめときますんでね、ちょっとスマホで何かしら映していこうかなと思います。さてね、買ってきたんですけど、ね、すごい大盛況ですね。人気なんですね。いや、さすがにね、気がだいぶ出てきたんで、暑いん暑いんですけど。そう。でね、結構いろいろと塗ってる、JA さんが咲いてる道の駅らしいです。ね、運営は JA さんらしくて、ですから、野菜の直売とかがすんごい広くてね、で、そこがね、お客さんいっぱいで、もういろんな野菜売ってました。地場の野菜はもちろんね、農家さんがわーっと持ってきてるのが、もういろんな、同じ野菜でもいろんな農家さんが作ってるのが、いやー、もういっぱい山積みにね、あってね、いや、これはね、よかったですよ。でね、ちょっと私もね、野菜やったらね、いいですから、ね、常温で大丈夫な野菜だけね、ちょっと買ってきましたよ。っていうところで、だってこれなんか、玉ねぎね、これね、なんか3、1、2、3、4、5、6、7、8、9個入って100円ですよ。9個で100円ですよ。すごいね。で、そう、あのね、道中で言っとった、なんか吊るしてある玉ねぎがあるなって言ってたんですけど、どうも、あれ、名産らしいです。ここでも、吊るし玉ねぎって言って売ってました。で、あれ、淡路島から持ってきてるんじゃなくて、こっちで作ってる名産品らしいです。そうなんやってね、知りませんでした。ちなみにね、あれですね、私がここに来たというのを、どうも聞きつけたのかどうか分かりませんけど、大阪府警さんが2台もやってきました。私の目の前になんかちょっとトラブルがあったみたいですけどね。お、山田が来とるらしいぞと。おい、なんか伊豆岸和田の愛妻ランド来とるらしいぞ。これはおめちょっと2台張り付いとけと、なったのか、知らずかどうかですけど、まあでね、まあ安い、やっぱね、直売所は安いから助かりますね。でね、あとね、ゴーヤ、こんな白いゴーヤなんてあるんですね。あの緑のやつもあったんですけどね、白いゴーヤちょっと気になったり、もしかしたら苦味少ないのかなと思って買ってみました。しかもね、値段が60円いいじゃないですか。ちょっとゴーヤチャンプル作りましょうよ。これね、いいですね。あとは何買ったっけな、そう、ニンニクもね、ちょうど切れてきたんでね、買いました。これはね、もうバラになってるニンニク、これ国産、ここで地場で、岸和田で育ててるらしいですよ。上坂さんが育てていただいたニンニク、これね、こんだけ入ってね、130円、国産でですからね。そうそう、中国産だったらね、あれですけど、国産でこの量入ってて、ね、しかも剥いてくれたって、これ使い勝手いいじゃないですか。ありがとうございます。ありがたく、使わせていただこうと思います。でね、これので、ね、いたみたいですので、なんかいいのはないかなと思ったね。なんかこんなね、地元のウインナー屋さんらしいです。スタミナウインナーっていうね、なんかね、ね、からしとか、唐辛子とか、あとニンニクとかが入ってるスタミナ、タイプらしいです。オニオンエキスなんかも入ってるな。っていう、豚肉の、ウインナーが売っとったんで買っちゃいました。ってことで結局用冷蔵のやつ買っちゃったんですよね。安かった、220円だったかな、でね、売ってました。値段ね、下に入れときますね。またそれにご参考にしておいてください。で、武田ハムさん、っていう、大阪の羽引きのってなってますね。っていうのがあるらしいです。で、これとね、買ったんで、ちょっと氷もらってきてね、ちょうどいいやつ、あの、やつもね、冷やしときたいんで。で、あとね、なんかね、卵サンド専門店っていうのが出てましたんで、またね、映像はね、出しとこうと思いますけど、中の映像とかね、多分今出してると思いますけど、ほんと中広くてね、鮮魚売り場なんかもこんな感じであったりとかしてね、で、奥にテラスがあって、レストラン、ビュッフェレストランなんかもあって、今はなんかワンプレートランチみたいなのやってるらしいんですけど、ただそこももう、満員でね、もう何人待ちみたいに、いや、何組様待ち、4組様、5組様待ちとかになってましたんでね、まあ、これはちょっと無理やってんでね、ソフトクリームだけ食べてきました。ソフトクリーム。これがね、250円。美味しかったですよ。うん。でね、ソフトクリームを食べて、で、これね、卵サンドの専門店っていうのは、その手前のね、屋台のところにずらっとあったんで、そこでちょっと買ってきました。せっかくなんで、これはね、ちょっとお昼ご飯にね、今からいただこうと思います。よいしょ。これは、おはこっていうお店です。
大に箱ですね。ちょっと逆文字になってますけど、こういうお店らしいです。じゃあちょっと早速いただいていきましょう。あと何があったっけ。あ、そうだ、レッドブルが安かった。これあのちょっと表示読みにくいですけど、150円で安いですよね。そうだ、飲み物買ってくれよかった。もうちょうどね、今切れちゃったんだ。すごい分厚い卵で、もうね、あの他にサンドイッチ一切売らずにもうこれだけ売ってるっていうね、すごいですね、卵の分厚さが。いただきましたと、すごい卵汁が滴りましたね。わかる、あの卵のエキスがビャーって、すごい柔らか、うま、出汁がめっちゃ効いとる。なんだ、だし巻き卵なのにパンとめっちゃ合う、なんなんだこれは。どういうことだ。いろんな種類、大きさによってね種類が違ったんですけど、いやいや、あれうまい。なんだこれだ。ちなみに冷たいおしぼり用意してくれてましたんで、ありがたい。これ暑い時とかね、もう一個いただいちゃう。これは全然パクパクいけるわ。うまっ。これが390円のサイズでしたね。うまっ。すごいですよね、卵サンドだけでいこうっていうふうに考えたのもすごいし、それでいける味ですよね。すごい、なんて言ったらいいんだろうな、だし巻きなんです、だしだと思うんですけどね。うまいぞ、これはうまい。今日はとにかく終始食べ物は本当に食べ、まあもともと大阪はうまいもんあるでっていうね、で南に行くとね、難波とかに行くとよくね、うまいもんあるよって言ってましたけど、さらに南ありますね、岸和田も。岸和田貝塚、これちょっとうまい店多いな。これはいいな、ちょっとまたぜひ来たいね。ということでいただきました、ごちそうさまでした。ということで、はい、言おうかなと思ったけど、ちょうど警察さんが見分をされてるって、なんかやっぱ当て逃げかなんかあったんでしょうね。こんな感じみたいですね。確かに前のところに偉いガリガリになってますからね。で、ここからさらに河内長野の方に向かっていったらいいみたいですけど、道もいいんでね、そのまっすぐと行けそうですね。